FEC チューンド 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 FEC チューンド。さあ、今夜も始まりましたオードブルの新アニメシテロデイデイ、ぜひ見てください。オードブル松田ゆるです。あ、オードブルもこもこもしです。お願いします。はい、お願いします。いっす。いや、はい、告知もさせていただいて、はい、一応あのデイデイですか、はい、そのツイッターのアカウント一応僕もログインしてるんですよ、はい、僕別に特に何もやってないんですけど一応ログインはしてるんですけど、はい、ずっと今ブーって言ってる携帯が。あ、すごいですよね。ありがたい。俺の SNS であんなにブーってなったことないから。ありがたいことに。うん、ずっと言ってるわ。ペイデーというコント番組をやります。やりますので。ペイデー。ぜひ。うるせえうるせえ、今日うるせえな。まあ多分、うん、興味に入ってる方々は知ってると思うんですけども、はい、まあ金ピラと、はい、僕らと、はい、デコボコで、うん、まあコント番組やろうかなということで、もう全部自分たちで、うん、やってる。まあチームがあって、まあ外部ではないですけど、まあ、チームスキャンでもあれでもね、まあ、ほぼね。だからその編集ももちろん僕がやりますし、道具作りとかきんぴらもできるし、はい、まあ、オイルもできるし、うん、用途もできるし、用途もできるし、うん、で俺は一応企画構成とか台本とか、その辺の、仕事もしてますけど、でうちのキャン和正は音作れる、まあ、音作れるんですよ。助かりました。本当にもうで明石さんにカメラお願いしてメイク帰りがやってるって。そうなんですよ。だから全員が何かやってますから、あの番組に関しては結構本気ですよ、うん、あれは結構本気だよ。結構本気ですよ、うん、俺の本気度合いが一番すごいかもしれん。セットもしっかり作ってるんですよ。作った。いくらでしたっけセット。10万彼が全部出してますよ。スポンサー募集中です。募集中です。彼を助けてあげてください。ほぼ借金になっております。ひふみさんスポンサーにぜひぜひ。ひふみずバー。ひふみずバーでスポンサー。リアルな話していい。牛乳屋で。無理にとは言わないんで。ぜひぜひ。まあいろいろその資金面に関してはまあいろいろね、やっていきますんで、またいろいろ。ラントさんからスポンサー一口。あのね、また見てもらったら分かると思うんですけど、概要欄の方に今まだできてないんですけどクラファンを立ち上げますので、はい、そこに皆さんご支援いただければ制作品になっていくという形にしていく。これで飯食おうしてますから僕ら。はい、僕たちこれで飯食います、はい、お願いします。もうこんなのだけやりたい。バイトしたくない。本当に。ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。ギア入れ替えた人たち来てますかね。はい、はい、ラントさんから元志さんと、はい、なぜ僕は抜きなんでしょうか。シュプリームさん、はい、あ、ごめんなさい。あ、見間違えました。大丈夫ですか。これでゲストさんが判断しますよ、はい、判断します。今日やるかどうか。僕は大きい声で言いましょうね、はい、こんばんは、徳光くんに AKA 水戸黄門やかましょう。今までで一番面白いんですよ。今までで一番面白いよ。今までで一番、今までで一番面白い。この名前のくだり、うん、今までで一番面白いですよ。名前で下ネタ言うのはもう毎回やってるけど、本当に水戸黄門の黄がね、黄門の黄門ですけど、うん、黄門の黄で、はい、水戸光くんに黄ですね、これ。今まで一番アウトだ。アウトだばよ、こいつ。先ほどね、ヒューミズバーのラジオにもシップさんはいらっしゃいましたよね。こんな人なんですよ、本当は。そういう人です。本当こんな人なんですよ。これが本性ですよ。これが本性なんですよ。今ゲストさんに教えてますけど、大人だからできるだけで。その裏表ちゃんとこれが本物なんですよ、この人。だってもうさっきヒーフィズバーのツイキャスの欄に最後のところによしギア入れ替えるから。入れ替えたある。こいつ本物なんですよ。こいつ6速で坂道走ってる。演出してますよ、この人。わかんない。ベタさんもありがとうございます、うん、ティンクルちゃんもありがとうございます。あ、赤っぽいさん、はい、オイル松田さん、モコモコキャンキャンさん、皆さんこんばんは。何今度やったの、そこにご連絡コーポレーションが入ってないのはなぜ。あ、本物ですね今日は。今日ですね。何言ってるか全然わかんねえんだよ、うん、今週いつも何言ってるかわかんねえんだよな。失礼だわ。失礼だわ。今週マジで、いやマジで何言ってるわと思うんだろ、はい。でもちゃんとゲストさんの変えられる。賢明な判断。賢明な判断ですね。いや全然いいですよ。もちろん告知があれば全然。はい、全然。お時間全然作りますので。さすがに女性がここに入った場合は僕たちあんなこと言いません。言わないよ。言わないですね。なんでかっていい人に思われたい。ちょっと裏ではすいませんでしたってしっかり言うんだから。ええ、本当のことだろ、やめろ。童貞や。童貞や。泣くなっつってればよ。シャニ無理くりだったね今。今の無理くりだったな。下ネタ言ってからの童貞やだったな。カンボイさん、カンボイさん、カンボイさんから来てる。お前は殺すから。なんでよや。ホーム
ホーム野郎お前の母ちゃんでーべそパート2 まずパート1知らないんだけどなやっぱ何言ってるか分からんなこの人マジでマジで何言ってるか分からんなちょっと失礼なんだよこいつなんでこんな何言ってるか分からんのかな、うん、知らんよということでペイデーというやってます、ね、今度番組やりますので、ねぜひお願いします。ぜひ。だから第2回があるかないかはその予算次第ですよ。そうっすよ。しっかり言うと予算と視聴回数次第ですよ。視聴回数次第です。これが死ぬほど視聴回数低くて4回とかだったらやめますよ。でもね、俺も今回のそのコント5本用意してるんですけど。知ってますよ。あのね、多分キャンさんも全部わかってるね。キャンさん全部わかってるし、まあ編集もある程度欠けてるやつもあるから。ね、これね、沖縄で。バズらなかったら、もう僕らもう芸人やめた方がいいんですよ。そうそうっていう内容の、結構まあまあ、いや真面目なし、本気で悪くないんですよ。自分たちで言うのもあれなんですけど。いや本当自分たちで言うのもあれなんですよ。ただ一応こんなこと言いたくない本当に。まあまあ悪くないんですよ。頑張ってるよ。これ多分ね本当に沖縄で、そう、バズでしかも。まあまあ言えるとこまでがちょっと限られてるんであれですけど、まだねまだ始まってないんで、まあまあいいラインをついてる気もする。あ、いいライン踏んでないな。あれダメだな、怒られるラインだな。あのね、ほぼ全部怒られるラインだね。ほぼ全部怒られるラインですね。キンキラのやつぐらいじゃない、キンキラのやつぐらいですね。怒られないの、怒られないの。あとの4つはもうしっかり怒られる、そこに怒られるから。俺なんかどこまで言えるか分からんけど、俺たちは怒られる。それマジで見てほしくて、マジで見てほしくて、怒ってほしい。あ、ぜひぜひ。でも逆にですよ、予算も集まってる、でも2回目再生回数も良かった、でもそのなぜ2回目がないのか、そういうことです。怒られたんだなって。やっぱりで、まあね、一応僕もね、元テレビの編集マンで、それなりの技術を持ってるわけですよ。で一本ね作ったじゃないですか。本物だったじゃないですか、あれ。作ってた。あれ本物なんですよ。改めて一応、あ、自分でも、あ、できるんだと思って。告知動画も今日上がってますけど、あれも1時間かかってないんですよ。あ、できちゃうんだって。逆になんかね、笑けてくるような。もうこれ言わなかったら本当に褒めたいんだけど、自分で言うからね。誰も言わんからよ、自分で言わんとよ。これはよ、お前よ、みんながいる前で言わんさ。俺は言うよ。違う、俺たちはお前を褒めるとき、ね、みんなで見るってことは言わない、ね、タイミング逃しちゃったっけ。タイミング逃してるわけ。なるほどね、はいはい、お前やっぱすごいなって。それはもうみんながあんまいないとこ分かってるから大丈夫です。殴りて自分がすごいのマジで分かって、自分が一番分かってる。20代前半だった。自分のどんだけできるか自分が一番分かってる。20代前半だったら言ってるんだけど、20代後半でよかったよこいつが。マジでもうありがとうな、ありがとうな。よっと今週末シンプル29歳だぞお前。よかったな、よかった。え、もう29。お前29やばおっさんやしも終わりやしも。ええ、34の前で言うかお前。おい、喧嘩ってんだろお前。ドラケンが怒ってる。34なの？もう34なんですか？34だよ今。出会った時いくつですか？出会った時いくつですか？31とか30成り立てぐらいじゃないですか？もう34ですか？その、そうだ。もうおっさんじゃないですかもう。おい、おいぶっ殺すからおら、おい。でもよ、お前もその年齢来るから。人バカにしてるけど、おっさんとか言って、あと10年で、カーイーとかにおっさんじゃないですかって言われて、オセピーのカーイーとかに元さんおっさんじゃないですか言ってほしいね。え、りょうたか、りょうとに見えた。んりょうた、りょうたか、りょうとさんね、りょうとに見えましたね。ハローエブリーって来ました。外交の方ですかかもしれないですね。ハローエブリーって。体一番おっさんのくせにってカップボーイさんから来てますよ。いいえなんじゃい最近、まあもう僕スーパーニートが終わりまして。そうなんですよ、元しくね。あなたスーパーじゃないさ、ただのニート。ただニートだったんですけど、1週間ぐらいしかニートしないんで、全然まあ職が決まりましてもうやってるんですけど、これってどこ、まあ多分もうあんまり言うなっていう仕事なんで、まあまあそういう仕事してるんですけど、そういう危ない仕事してるんですけど今。辻でお前もしかしてお前まず沖縄市で、あー終わった。俺の地元だよ、バカにしろ。沖縄市で、いやいや違う、もう沖縄市でそういう大人の国のところはまあ後だから。ちゃんとオフィスで、オフィスです。本当ソフトオンデマンだったっけ、自社で。本当に今普通に仕事してるんですけど、だから職種も行っちゃダメ。職種、
まあそのまあコールセンターみたいなもんなんですけど、うん、そのテレフォンセックスじゃないよね。テレフォンセックスじゃないんですけど向こうにやることじゃないよね。まあ単純にそういうなんか修理とか何々があった時にこっちで回答してあげるみたいな、まあちょっと普通のコールセンターとはちょっとまあちょっとテクニカル、ちょっと技術を覚えないといけないよね。まあまあまあそれを今やってて、まあ臨時でやってるんですけど、だから今9時出勤、まあ9時前には出勤しますけど、で18時退勤なんですよ。健康的になっちゃって、めちゃくちゃ健康的なんですよ。7時半に起きて風呂入って髪セットして、で8時に出て8時20分ぐらいには着いて、駐車場がちょっと遠いんで止めて、ちょっと10分まあかからないですけど5分ぐらいでぐらい到着して、トイレ1回済まして、でちょうどいいぐらいの、なんかすっげえ健康的になるし仕事してるなって。で18時になったら時間通り終わって帰って、19時には家帰れるわけですよ、簡単に。で家で飯食う、だから家でも飯食うんですよ今僕。だ今まで僕ちょっと映像的なね、そういう仕事ばっかやってたんで、那覇で仕事とか、まあよかった、もう映像なんてもう夜中なんて当たり前なんですよ、終わらないからね。だから飯もだから家で食えないわけですよ、もうそれはもう帰りながら食った方が圧倒的にいいんで。まあな、だもう食費もすごいわ、ガソリン代もすごいわ、もう今めちゃくちゃ金が消費しなくて、使わなくてな、全然減らんわけよ金が。で家でも飯食える、もうでルーもう7時半にも起きれる今、もういいルーティーンができてて、でタバコが、その最初聞いてた時はタバコ今吸えないですって言われたんですよ最初は、でも一応あると、吸える場所が所は、そのオフィス の、そのベランダみたいなとこがあって、ただコロナ禍なんで一人しか入れない、そこには。あっちやっぱオフィスめっちゃすごいなと思うのは、なんかオフィス感あるなと思うのは、全部の箇所にそのカード通さないといけないんですよ、なんかもうカード通して、でタバコのとこもあって、で一人5分、でまあその一人しか入れないし、休憩時間も決まられてるわけで、まあそうだよな、まあちょっとずれたりはしますけども、5分といえど、まあ前の人がいたら、あ後ろに行列ができるわけですよ飯の時とか、いっぱいいるんですよやっぱり。でその時は大体やっぱ3分とか、先輩が並んでるもんだからこっちも2分とかで終わるわけですよ。でそのちょっと待ってくださいね、ごめんなさいね、元さん、あのクリスティークリスティさんっていう、あのハロー from USA っていう謎の、いやいや、Thank you、そうなんですか、そうなんですか、りょうたさんか、りょうたさん、F リナさん電話していい、電話していい、来月から上がるよ、まああのタバコでしょうね話、あそういうことですか、だかその電話はダメです、ダメです、夜なんで、ダメです、シンプルに知らない人と急に電話で喋るのは嫌だ、嫌です、であのタバコ吸ってるんですけど、2分3分という限られた中 で、 そうですよ、日本数なんて暴挙じゃないですか、暴挙ですよ、だ1本を どうしに行ったいやしないけど俺基本的にチェーンスモーカーなんでめっちゃ吸いたいんですけど、うん、1本をしっかり3分かけて吸うんですよ、はい、でも結構満足できる、だから僕家では吸わないんで、俺も家で吸わないな、だからその職場とかで吸ってたわけですけど、もうその3本だから1日3回ぐらい休憩があるとして、3回吸いに行くぐらいの飯の時とかで、まあ、3、4本ですよ、飯食い終わって全く減らないですよタバコは。お前がでも一番タバコ減る時間わかる？てっぺんやってる時、てっぺんやってる時、てっぺんもやる暇ないんですよ、ネタ合わせしてる時が一番減る。もう行っちゃった、何が落ち行っちゃった、あごめんなさい、落ち行っちゃったよこの人、落ち行っちゃいました、事務所行ったら3箱開けましたよって話をそうだったの、落ち行っちゃったよこの人、ごめんなさい、 CM 行く一回、ごめんよごめんよ、これは本当にごめんよ、事務所行ったらこの人一箱も3日とかかかるんですよ、この前事務所3箱開けてて俺わーってやって事務所が悪いんかと思って俺事務所じゃない、事務所じゃない頭使ってる時が悪い、事務所、事務所っていう、まあ、事務所の3箱開けてる、事務所のシステムが悪いからその喫煙所じゃないからあの事務所、事務所の喫煙所みたいなところがあるネタ合わせ場所が喫煙所なんですよ、喫煙所、僕たち喫煙所、ネタ合わせ場所ですよ一応、ネタ合わせを喫煙所でやるから僕たちが、そしたらそこにいたら吸うじゃんね、で、でさ終わったら終わったでさ、その終わったネタ合わせ終わったら終わったでさ、麻雀とか打ち始めるじゃん携帯で、そしたらまた減るじゃんね、終わりっすよ、どうしました、こわーあいつだあいつだいただこう、いただこう、はい、え、もしかして多分あ、当て、どなた当てに、すいません、お、もう支払われてます、もしかして、すいません本当に、あらあら、あの方ですね、あいつやりましたね
りょうたさんからハローフロム那覇って、りょうたさんはな沖縄の人だって。あらあら、まあちょっと今ちょっと放送が止まってますけど、あらまあ、あ、ありがとうございます、すいません、すいません、ありがとうございます、お疲れ様です。え、今日誰が誕生日いた？誕生日来ました？誕生日来ました？いや、もう分かってますよ、僕らは。僕ら分かってますよ。メールよこせ。これか。2枚あるやつさ。ということで、すいません、あのドミノピザさんからピザが来ましたけども、はい、正体はこの方です。僕らは分かってるんですよ、はい、誰の仕業かは、はい、もちろん読みますね、はい、メール、すいません、じゃあ、もこもこもとしさん、松田オイルさん、こっちゃーす、トラ吉大吉ウフジシです。今年もこの季節がやってきましたね。やつが来ました。夏の暑さが通り過ぎて涼しさがやってきたような、来てないような、風が気持ちよく吹いてるような、吹いてないような、おっぱいが大きくなったような、なってないような、ちょっとちょっと松田オイルさん、俺そんなメール書いてないですよ。何言ってるんですか。書いてるだろ。しっかり読んでるわよ俺今。そんなわけで9月18日はみんな大好き松田オイルさんの誕生日です。そうです、あさってね、はい、9月18日僕お誕生日、ウフジシ、やっとら吉大吉ウフジさんっていうリスナーの方がいらっしゃるんですけど、はい、そうなんですよ、まあ、いつも誕生日が近くなったら僕らにね、ピザ送ってくれるんですけど、送ってくれるんですよ、あの、設定ミスった時間の死に放送中に来たな。いつもだったらなんか10分前とかに届いてるんですよ。そうそう、ドミノピザさんそんなねミスらないからね、ミスらないから時間を押すなんてね、うん、もう16分押してるからね、うん、トラ吉やったらあえて放送中に受け取らせてやると。いや俺らはいいけど、うん、店員さんがデジ困ってたから、デジ嫌な顔してたよ、うんうん、何これみたいな顔してたよ、うん、ごめんごめんね、本当に下でもし音が聞こえてるったらごめんね、ごめんね。そんなわけで、あ、僕言いましたね、ちょっと早いけどまたプレゼント送っといたよ。あ、来た。まあいつものピザなんですけどね。いやいや、ありがとうございます。ドミノピザさん、今年もお世話になります。さてさて、松田オイルさんの誕生日は置いといて、送るな。送るな。じゃあマジ、ウージさんはこいつどうでもいいと思ってるから、本当に俺のこと大好きだから、どうでもいいと思ってるのにも、どうでもいいやつ優しくすんなよマジで。メンヘラが生まれるぞこんなことしたらな。こんなってメンヘラが生まれる、こうやってメンヘラが生まれるんだよ。そんなって好き好きさしといて、みんなに優しくする男が悪いんだからな。ごめんなさい。お前もか。童貞だろや。泣くなよ。はい、はい、置いといて、待ってください、もこもこ、あのシェフさんから、はいはい、ウフジさんって中押しラジオの後継番組のメールのテイストと違うよなって。あったことは まあないか、ないか、ないと思う。 あったら全然違いますよ、雰囲気ちょっと違います。ウフジシーってなりますよ。お前かーってなりますよ。あんなメールしといてって、いいですけどね、はい、もう僕の誕生日置いていかれたんで、はい、もこもこもとしさん質問です。僕のなんかありました、はい、今年ももこもこもとしさんの お誕生日がやってくるわけなんですが、あ、それ12月の12日です、はい、何かリクエストはございますか。今日じゃないだろ。日改めで、さすがにオイルかわいそうだろ。デザートにアップルウォッチはいかがですか。あれ食べ物じゃない、車に金落とすやし、あれ誕生日じゃないです。あれはデザートじゃないです。あれは真面目なことで言うと、希望がありましたら教えてください。本当に、はい、マジなこと言うと、スイッチが壊れちゃったんでスイッチを買ってほしいな。本当のこと言うとね、本当の建前だけ言って、本当のことですよ、うんうん、建前、建前だけ、あ、本当に本当に、本当に何でも嬉しいので僕はね。僕も何でも嬉しいんで大丈夫ですよ。ただ欲を言えば、はい、スイッチが欲しいです。僕もさっき壊れたんで、僕欲を言えば今全自動ジャンタクですね。欲を言えますよ、欲を言えばですよ、欲を言えばですよ、ただ何いただいても僕ら喜びますよ、喜びますよ、それはもう。お前ら悪いな。いや悪くないですよ、悪くないですよ、何がですか、お決まりますかって言われたんで、はい、だもちろんピザはもちろん美味しく食べます。もちろん嬉しい。何でも食べます。ピザも何でも嬉しい。ありがとうございます。何いただいてもすごい嬉しい。タバコでもあらすって言うけど。あらすって言います。欲を言えばですよ。欲を言えばですよ。欲を言えば、まあ、スイッチ。スイッチ。はい、僕は全自動じゃんとか。さっきマージャン流行ってるんで。ハマってるんで、はい。せっかくだったらみんなで打ちたい。まあまあまあ。欲を言えばですよ。欲を言えばですよ。あ、もちろんもちろん全然もう本当に。何でも嬉しいですもん。なんならそこへの石渡されて僕は喜びますから。ピザなんてね、2、3000円するわけですから。最高ですよ。
ありがとうございますって言いますよ、ほんとに。で、多分お前用のコーラが僕用のコーラにすいません、あの、藤井さん、あの、こいつコーラ飲めないっすよ。なんだよ、僕は持って帰ります。すいません、まあ、キャンさんとかも一緒に飲んでいいと思います、ね。はい、この後飲みたいと思います。はい、なんすかピザは。ピザミート、デザートもあります。デザートもあるんです。チェックしよう、一応一応中は開けよう。はい、はい、デザートから見る。デザメインから見ないデザートからピザから見る。ピザから見ようよ、せっかくいただいてるんで。何ピザなの。何ピザかな。一応、ま、これ別にどっちでもいいんだけど、うん、これまあ多分失礼なかもしれないけど、はい、俺の時は L サイズで来るんですよ。そう、俺の時だけ M サイズ。いや、これ S、これもう一個下なんですよ。もう一個下なんですよ。俺の時は特大で来るんですよ。こいつの時だけ一応。いや、そんなつもりもしかしたらないかもしれんけど。いや、分からん分からん。俺の時が、俺の時が L じゃない可能性もあるけど、俺の記憶上 L だったんですよ。でかかったんですよ。L だった、でかかったもん。でかかったんですよ。みんなで3人で、キャンさんと3人で、こいつちょうどいい。いや、嬉しいですけど、なんか今思ったんですよ。あれ、こいつのちっちゃく、めっちゃうまそう。初めて見た。クリーミー。卵&ベーコン、テリーチキ卵、クリーミー卵ジェノベーゼ、クリーミー卵&4種のキノコ、そして、パンケーキ。ちょっと高そうじゃん。いい値段。期間限定的なやつだ。うまそう。マジでありがとうございます。そうそう、助かりますね。あざす。ちょうど夕飯食ってなきゃいいんだよ今日。ありがとうございます、ね。いや、一番面白い、本当に面白い、本当パッと思っちゃったんですよ。いや、全然もっ、いやいや、ありがたく、はい、後で僕が半分ぐらい食うんで、僕があだす。半分ぐらい食いそうなんですよ、ね、本当に食うんすけどね。全然いいんですけど。まだ土曜日、はい、ライブ劇場なわけでしょ。劇場、はあ、こうサプライズあるよ、劇場長に。あれや、これ顧客名虎吉大吉宇治さん。マジで止まってたの、それじゃないか。一回僕の時に僕外でタバコ吸ってたんですよ、うん。でドミノピザさんがちょっと困ってて、完全に、うん、どこかなみたいな、ちょっと分かりづらいじゃないですか、初めての方はね、まあ、で、あの、頼みましたって言われて、ああ、いや頼んでないですよつって、え、あ、ちょっとだ、多分どっかなんだろうなと思って、多分一応店名ぐらいは軽く分かるんで、あ、どこなんすかって言ったら、あの、オードブルにし、オードブルの深夜に飯テロさんになんですけどって言われて、 FM 機能にしてくれ、せめて。本当に恥ずかしいって話ね。あ、ぼ、あー、すいません、僕ですっつって、トラキツさんも書いてくれてるよ。トラキツさんも書いてくれてる。 FM 技能案オードブルのシーンに飯テロあって、入り口に入るとテーブルがありますので、そこに置いてもらって結構です。いつもありがとうございます。音符っていう文章を、こんなのすんな。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。助かります。メールもいただいてる、他の方からもメール、メールも、はい、あと1枚ぜひ、あの、本当にオイルに誕生日おめでとうメールでも送ってください、はい、お願いします。でも、あなたがもう一個喜びそうな、なんすか、あ、まだある、あります、あ、まだ、あ、ごめんなさい、はい、オイルさん、モコちゃん、キャンさん、リスナーさん、こんばんは、山梨県ラジオネームヒカルです、はい、先週は採用ありがとうございました。あ、ヒカルさん、ヒカルさん、はいはいはい、私は離れないよ、モコちゃんの言うように地上波で売れたのは認めるけど、ずっとこれからも番組参加するからよろしく。売れてはないわ、別に。だから、まあまあいいんですけど。いいっすよ、もうステップアップにしてください。ちなみにモコちゃん、はい、なんすか、きんぴらごぼうのタイガくんとデコボコトラベリング休みのラジオの YouTube 見てて、はい、黙っていられないことがあるので言わせて。何、モコちゃんとの共通点ありました。なんすか、な、ないっすよ、ないっすよ、そんなのないっすよ。私も大の阪神タイガースファンなんじゃー。そうなんすか、マジだー。そうなの、ヒカルさん。沖縄のラジオを聞き始める前は関西のラジオを聞いてたし、ああ、そうなんだ。他局の話になるけど、阪神が勝ったら、翌日朝の大阪 ABC ラジオの番組で勝ちましたと言って、朝から六甲おろし大熱唱しているんだよ。カンテレとか見る人ですか、じゃあ。それで、2014年9月1日の大阪 MBS ラジオがラジコプレミアムで聴けるようになってからの大ファンだよ。大ファンだし、私は梅ちゃんと佐藤を、これなんて読むんだ、後期か違うか、あ、テルアキ、テルアキ、梅野と佐藤ですか、梅ちゃんと佐藤、テルアキは特に大好きです。テルアキ好きなんだ。あとは私が学生主体のボランティアサークルに入ってるけど、メンバーの中に女の子で大の阪神ファンの子がいて、一緒に、その子は甲子園に阪神の試合を見に行くこと大好きです。お、私はまだ行けてないけど、私は阪神熱かなり強いよ。阪神の試合をラジコで聞いたりしていて、映像配信サイトで配信、阪神の、試合を見るほどです。もこちゃん、阪神優勝するように一緒に阪神応援していこうね。今年目指すは優勝です。もこちゃん、これからもよろしくね。ではまたメールします。今日の放送最後まで縛りようと。最後だからもこちゃんよろしくね。だから俺はもう一切入ってない。俺誕生日だよな、だって阪神ファンなんだって、ヒカルさんがめっちゃ。
なんでお前喋らんくなった。そうなんだ、うん、初めて知った、うん、このラジオで何回か話してるけどな俺。あのその熱をめっちゃ感じたのがその回だったんじゃない。そうなんだ、うんうん、ぜひぜひ阪神ファンが。そうなの、初めて知りました。あとそれ俺あのおっぱいが大きくとか言ってないからな。こいつ書いてあるからちゃんと、ほらおっぱいが大きくなったような全然書いてないよ。書いてるし。でびっくりしたやつさ、あのトラキシさんとヒカルさんの量一緒やつさ、うんうん、なんなら文字数だ、開業を考えないで文字数だけ見たら多分ヒカルさんの方やつさ。相当な熱だよ阪神やね。そうなんすね。じゃあまたぜひ、多分ね、うん、最近お仕事が忙しくて参加できないって言ってます、うん、まあまあ参加できるタイミングがあれば。生ではないですけど、ね、はい、生ではできないけどね、ごまりで、ごまりで参加するってことなんでね。僕も生大好きですけど、はい、ああきついね。はい、はい、もう一個ありますか。メールありましたね、さっきね。ちょっと待ってください。なんか、まあ、メールメール奈々ちゃんから。はい、オードブルの2人さん、リスナースタッフさん、リスナーの皆さんこんばんは、はい、今週月曜日に前髪を切ってもらった奈々です。はい、はい、あさって1回目のワクチン接種を受けます。ついにドキドキ&怖いです。ここからはどうでもいい話をします。なんでですか。やめます。なんでですか。話しません。なんで急に。はいはい、何最近メールネタが多すぎてどこに何を送ったらいいか分からなくなっています。なんでですかね。知らんか、わら。最後マウント取ってきたな。私はメールの量が多いぞ。なんでですかね、知らんか、わらが一番。最後に土曜日のお笑い劇場、はい、見れたら見ますね。以上デッスン。デッスンって何。この子も悪い癖つき始めたな。ーメールでちゃんと笑い取ろう。悪い悪いよ、ダメだよ。ダメだよ、こんなもん。ありがたいですけどね、はい、ということで、あの先ほど、うんうん、あのひふみさんから聞いたんですけど、うん、あのなんか、あ、なんか告知なんですかね、はいはい、告知。モーニングランヨガ、うん、毎月第4日曜は ANA、うん、スポーツパーク浦添で、うん、ライジングサンをって、はい、毎月の第1日曜第4日曜日、はい、だからこの回数は令和3年4月から、はい、来年の3月まで全12回予定していて、はいはい、朝のランオアヨガを選んで参加くださいって。おーすごいですね。これがだ、まあ、第4日曜日にやってて、はいはい、その6時から朝7時半の間スタートして、はい、まあ、ランは120分、ヨガは90分やりますよ。120分ラン拷問じゃん。これ多分どこに、まあ、店員が20名まだ大丈夫なんでしょうね。俺はちょっと走れんけど、主催が手だこさんさん共同産業体ということで、はい、はいはいはい、申し込みが、はい、ANA スポーツパーク浦添運営管理事務所、はい、受付期間が4月1日から3月の27までまだ大丈夫ということで、はい、全然いけるじゃん。電話番号は0988767322、うん、0988767322の朝9時から夜8時まで受付しています、はい、ということで、はい、置かれてて、うん、あこれひふみさんの番組の、ね、ゲストさんもいたんで、あこれ告知忘れますよっつったら、あ僕じゃないよっつって、うん、このね、FM リノの社長山内さん、山内さん、うん、局長の山内さんが、局長の山内さんのだよっつって、うん、ああ山内さんなんすねっつったら、こう山内さんがこう言っていいやつっていただいたので、うん、しっかり言いますけど、あの狙ってる女性がやってるということで、うん、山内さんがめちゃくちゃ推してるということで、これ、はい、うちの局長の山内さんがね、モーニングランヨガ、山内さんが狙ってる女性が関わってる、はい、モーニングランヨガ、ワンチャン山内さんいるんじゃねえかっていうことで、山内さん、僕らは言いますよ、しっかり。山内さんが狙ってる女性のが関わっている。ジュリさんね。モーニングライオン。よろしくお願いします。ごぼうしっかり言っていいよって許可いただいてね。言いましたけど。本当にこの時だけ僕画角から外れないからですよ。いや、いいですね。いや、ごぼうリスナーもいじってるって言ってたんで大丈夫でしょ。まあ、いいんじゃないですか。モーニングライオンかってこと、はい。山内さんいるんでしょうね。いてほしいわ。何時出勤ですか、大体ここって。でも日曜日は。日曜日はそっか。お休みですか。日曜日休み。あ、じゃあいますね。多分土曜日飲んでヘベレケで来ると思う。俺の予想はな。山内さんマジで。なんで狙ってる女性がいるば。いや別にそれは。山内さん。それは別にいいさ。おいくつですか山内さん今。46。うん。元気ですね。大丈夫じゃない。山内さん前自分でジュリちゃんにおっぱいに名前つけて話しかける人どう思いますかみたいなことを聞きよった、酔っ払って。大丈夫全然大丈夫。だって狙ってんだもん。狙ってる。そりゃ狙ってる女の人には。そりゃ自分の性癖一旦出すわな。出すよ。狙ってんだもん。山内さんおっぱいに名前つけて話しかけるんだ。逆に僕ら年代ぐらいやったらこれダメよ。いいラインで攻めますよ僕らは。でも46までいったら、はい、もうそんぐらいいかないと。
俺山内さんの性癖が今歪みすぎてて、あ、面白いんだよ。何？そりゃ樹里さんは夢があるわな。樹里さんってこと ご存じなくて。上野樹里ですか？上野樹里さんですか？上野樹里さんですか？めっちゃ美人。じゃあ上野樹里ですね、これ。上野樹里さんに多分、うん、ちょっと胸がね、うん、ナイスバディな方なんでしょうね。でもヨガとかランニングとかとかね、いいスタイルの方で、おっぱいに名前つけたくなるぐらいの人なんでしょう。おっぱいに名前つけるってなんなん？やばし、やってますね。やってんな、あのおっさんも。すげえわ。ウーパイとサーパイ。最悪。やばし、やってますね、完全に。やってます、あの人。もう振り点ですよ。振り点なんだ。一回出してるんだ。一回出してるからもう。はい、一回捨ててるんだ。はい、一回こちらもう本人に捨てた。じゃあ上がれやし、もう山内さん。山内さん上がれやし、もう。スモランと上がれ。スモランと上がれよや。振り点出すね。振り点出してたな。ということで、ぜひね。あ、本当に山内さん関係なしに。ぜひ参加してください。ぜひ興味ある方はモーニングランさん。僕の地元の裏添いですね。何で調べたらいいんかな。まあ、モーニングランヨガで調べても出てくると思います。ANA スポーツパーク裏添えで調べたら一番いいんじゃないですか、ね。ぜひお電話もう一回見ましょうね。0988767322、0988767322、山内さんが狙っている、ジュリさんが関わっているモーニングランヨガっていうこと。逆にジュリさん見に行ってもいいと思う。確かにね、山内さんが狙ってる、うん、で山内さんがどう狙いに行くかで、右のおっぱいになんて名前をつけて、左のおっぱいになんていう名前をつけているのか。朝6時から朝6時からぜひ見に行ってください。多分日曜日の朝6時はね、用意冷めてないんでね。冷めてですよ、ぜひぜひお願いします。初めてですかね、ジャハーナ友道さんでいいんですかね。はい、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。こんな感じのラジオです。こんな感じのラジオです。下ネタしか言いません。ブルミさんがやりたい人いるのって、はい、やりたい人って言ったら今あるよ。狙ってこれやりってあれでしょ、やるやるでしょ、カタカナのでしょ、カタカナのでしょ、でしょやりたいよ、 YSP のでしょ、もうやりたい。あのね、そのやりたいで今話思い出しましたけど、やりたいんだ、やりたいんですけど最近。俺もう8時間ぐらい喋った気分ですけど、まだ30分ちょっと経ってるんだ。あのも もう彼女と別れて半年が経つんですけど、そろそろね。あ、もうそうなんですか。4月に別れてるんです。そ、まあ、そろそろ、まあまあ満5ヶ月ぐらいです、今。ちょっともう下ネタ話した後に満5ヶ月はやめてください。満5ヶ月はちょっともうそこへダメダメダメ。満5ヶ月はもうダメよ。満高月なんですけど。バカなのかな。バカなのかな。まあそんぐらい経ってるんですけど、やっぱ徐々にね、うん、今までね彼女いなかった時期の方がなかったんで、はい、本当に高校2年ぐらいから24ぐらいまでできなかったんで、うん、6、7年ぐらいいなくて、うん、で、最近1年ぐらい付き合って、その間に辻の帝王になったんだもんね。帝王になって、あの1年ぐらい付き合って、うん、まあ、最近まあ 5、6 ヶ月いないっていう期間を過ごしてるんですけど、うんうん、まあ、1年ってね、うん、まあまあじゃないですか。まあまあ、まあ、一応、うん、1年ちょっと付き合うってね、うん、まあ、そうそう、結構続いてる方じゃないですか、はい、続いてる。だからそういうのを経てる上で、はい、寂しさがすごいんですよ最近。最近で、まあ、知ってる方は知ってるんですけど、うん、最近、ツイッターの、あ、ツイッターじゃない、スマホのアプリで犬飼い始めたんですけど、うん、それと毎日遊んでるんですけど、今、犬、黒と、黒い柴犬の黒ちゃんと、散歩も行くんですけど、これね、日曜日ね、F 企画ってライブ配信があったんですよ。で午前中からさ、うんうん、その打ち合わせ等が僕と元氏は一緒だったんですよ。で事務所行って昼飯食いに行こうかっつって近くのマホロバ、うん、那覇のマホロバに行って飯食ってたら、うん、パッと俺の方を見て、俺今寂しいからさって言ってからスマホで犬と戯れ始めたんですよ。僕何も言わないで麻雀打ちました。黒黒ね、黒。帰りの上に乗せんな、お前もここに帰りがいるのもなんか悲しい。黒、俺の可愛い黒、ね、寂しいわ。真っ黒い芝居のこいつと散歩行ったり、今フリスビー投げたり。やめて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 、本当に存在してるみたいに言うのやめて。散歩行ったり。あ、気持ち悪い。やだ、ドックランドックランしてる。あ、やだやだ。あ、シュプリムさんから裏筋も心の傷も癒えてきた頃か。今どんどん埋めてるんですよね。で、ただね、ペットだけでは埋まらないと。ペットだけは埋まるわけねえと、しかも存在しないし。で、もうなんかそういうアプリを探したんですよね、そういう恋愛とか、あれなんか。で、いやもう、そしたらもうつい数ヶ月前のこいつの発言みんなに聞かせたいっすよね、この喫煙所で。いや俺も当分彼女とかいいから。で、そのアプリで、触れない怖いアプリで、はい、そのあなたの運命の人に
を表示しますみたいな。するわけないだろ。なんだこれと。おいおいちょい待ってと。絶賛求めとんじょと。求めじょんじょ。女子を求めすぎてもう求めじょんじょと。はい。で、はい、あなたには5人いますと。運命の人。運命じゃ5人いますと。多くない？あらまあと。めっちゃいるじゃないかいって。5人？そのよくあの似顔絵みたいなのを出しますみたいな。でレビュー見たらもう星5、全部星5。たまに星1があるんだけど、全部星5。たまに星1あるよ。たまに星1あるんだけど、基本星5なんだよ。桜じゃん。で、桜じゃん、桜。もう絶対めちゃ立てますみたいなの書くから、あ、一回やってみようと思って。ね、誕生日入力するだけ。そんな誕生日と名前入力するだけ。そんなんで、運命の人見つかるかよ。パパンってやったら、5人います。ダダンって出て。1人目から4人目までは、うん、すいません、有料ですと。そりゃそうですよ。1000何円かかりますと。はい、ちょっと高いなと。1000円で、でも1000円ちょっとで運命の人もで5人目が、うん、何日か待ったら無料公開されますみたいな。ほう。ミュージックビデオかほうと思って。何日後に無料公開じゃないわよ。今、あの84日後に無料公開されるんですけど。通さぬ今の現状では、あの眉毛だけあの公開されてるんですけど。うん、お前見たっけ、うん、見たよ俺。眉毛だけ公開されてる、うん、だ俺だわよ。この眉毛だけ今公開されてるんですけど。眉毛じゃない、こ前髪だよ。デコの上だよ、ここ。あのこれね、うん、ワンちゃん松田オールなんですよ。ワンちゃんオール髪だけ見たらね、うん、今長いこれが84日後バーって開くさ俺松田オール携帯パーンですよせっかく買い替えた iPhone12 でですよなんじゃいこんなんじゃないとしかもこの似顔絵さちょっとだけ見えるテイストで言うとさ犯人の似顔絵の描き方だよなこの似顔絵多分でもこんなんじゃダメだと、うんもういいやと何がその多分、うん、今寂しいだけなんだろうとそうだ、まあ、埋めればいいなとそのレスポンスが欲しいなと思ってそういう恋愛ゲームみたいなの始めたんですよ恋愛ゲームみたいなの始めて、うん、その恋愛その子落とせるかみたいなね、うん、やってるんですけど、うん、そのなんかね、うん、いろんな質問に対して答えが変わったりとか、うん、付き合ったりとかがあるんですけど、うん、一回なんか子供っぽいこと言わんでよみたいな私を子供っぽい子供っぽく扱わないでよみたいな怒られたんですよ、うん、めちゃくちゃ、うん、ちょっとめっちゃ下がってなんかポイントみなんかその綿抜きが手にプリのゲームみたいな感じでなんか死んだ、うん、なんかそのギャルゲーなギャルゲー下がっていくわけですよ、うん、あらと、うん、確かに、うん、子供っぽくされたらそ女性も嫌な方は嫌なんだなと思って子供扱いしないでよとで、うん、なんかそういういろんなのやってたら、うん、この後家行くみたいなくだりができたわけですよ、うん、でそういえばさっき子供っぽくそのやめてよみたいなこと言われたからこっちもねもう大胆に家行くかいって言ったらそんなつもりじゃないって別れたんですけどあのさどうしたらいいですかいやプライベートのお前がまんま出てるとは思うほんとあの距離感間違えるやつないやプライベートではできますよできるんですけど女性にはここら辺にはしっかりやらないですけどしっかりやらないんだやらないんだもうやらないと思ってるんだやってるやってるこんなやってるよ俺は意外と、まあ、ただねその、うん、こんなこと言うからゲームが気持ちよもいさせろとやんでるな、うん、ゲームを、うん、俺から離れてってこいつ何言ってるのずっと俺何言ってんのかさっきから俺こいつとあと20分お話しないといけないのあもう僕のターン終わりましたよよし CM でリフレッシュ CM でリフレッシュだもう2個とも使ってこない2個使いましょうねもうこうなったらゲスト入っとしてよ入りますって聞いてくれ今のテンション今のテンションもいい女性で喋ったらダメよ好きなやつ知らんわ知らんわ大丈夫まだまだ大丈夫まあ別にいいんだけどどっちでもいいですけどね大丈夫もう今裏だから言うけど、うん、大丈夫だよ知ってる全然普通だよそういう風に扱ってあげようと思って今かわいそうにでも本当に心配してるから多分思ってる以上に大丈夫ですよゲリーなんでここで喋れてる時点では大丈夫です大丈夫ですここで喋れなくなったら本当の本当の本当の多分俺見ながら俺が気づいたらもうずっとスマホでこうやって犬と遊び始めたら俺に寂しいやつと思うなよって振ってからちゃんとやってるからいいだけで、うん、もう振らなかったら僕はもうあいつもともと犬大好きなんで
まあ犬は生まれなくて嫌いだけどな。犬大好きで、ね、畑をドッグランに改造したいと思ってるぐらいなんですけど、なんかそこに飼われるワンちゃんはもうかわいそうです。ただ、世話ができないんで。いや、俺死にといでしたね。いいっすよ、いいっすよ、お一人とかは、はい、したらいいっすよ。ね、なんか、まあ別にね、うん、出会いがあれば、出会いがあればね。まあでも本当に出会いは冬までに来ると言ってたんで、うん、来なかったらリンさんのところに文句言ってくると本当に来るぞ、リンさんと違うよって。きつく俺も素敵な恋愛したいな。リンさんしっかり自信、うん、まあ自信あるって言ったから、うん、まあまあ立ち去りなさいよ言った人だからな。それはちょっとな、信頼があるんだよな。あれな、信頼と実績だからな。その方が大丈夫と、じゃなかったら言いに来なさいって言ってたから大丈夫なんだ。オードブルの深夜に飯テロ。オードブルの深夜に飯テロ FM 技能館生放送でお送りしております。彼女募集中でーす。みたいですよ。はい。リトン。あー、そうだ、キャンさんもね。うん、あのトイレから行った方がいいですよ。どんぐらいやってないかな。は？は？え？セックス。あ、きつ。いや、最終セックス興味ないわ。俺これが女の子だったら最後にしたのいつみたいな話したら盛り上がるかもしれないけど、お前のはマジで興味ない。まあ、コロナだしな。うん、本当にね。お前のかな、お前の最終セックスの興味ないわ。裏筋切られた時かな。裏筋なしのやつ時ですか。裏筋切られてね、大変なことになりましたから一回、うん、結局できてないでしょ。じゃあ、あれ切られたんだから。何が切られたんだから、途中までしかできてない。あ、まあ途中までですけど、そういう行為ですけど、はい、長らくやってないですね。いつやったんですか。大丈夫これ言える。1ヶ月くらい前じゃないかな。あ、そうなんだ、うん、そんなだね。うん、そんなもん、そんなもんなんだね。いや、俺今バチクソに忙しいから。全然、いや、もう週1で会ってるかなぐらいですよ。あ、そうなんだ、うん、まあ、でも週1で会ってる方がいいんじゃないですかね。まあまあ、多い時は Y ちゃんな、Y ちゃんね。あ、やめとけ、やめとけ。南部のね。あ、終わった。こいつやば。南部に住んでるな、ワイちゃんな。沖縄で南部って言ったらだいぶ、ね、いやいや、秘密で消えんだろ。南部のワイちゃんどんだけいると思ってるもん、お前。いや、もしかしたらあの子だけ。いや、おかしいだろや。南部のワイちゃん多分あいつだけだ。その時はその子に怒るよ。なんでワイちゃんだばって。やば、どんな言いがかりよ。集中しすぎだろや。またお返しや。あの、うん、最近その TikTok から、うん、YouTube に進出してる、まあ、YouTube でも活動を広げてる方って多いんですけど、そのあ、なんか僕漢字間違えてたみたいですね。何ですか。情報大解禁って打ちた方は大監禁しちゃってる。情報大監禁したんですか。さっきツイートしてあのペイデーの情報大解禁って言いたかったんでしょうね、はい、情報大監禁してしまって、シオンさんから監禁したら広がりませんよ。拡散気分、情報大歓喜してた今。あ、中川さんいいねしてた、終わった。ボケるやん。中川さんがいいね来てるんですよ、はい、終わったもん。来週話されてますこれ。あ、そっか、俺情報大歓喜してたな。歓喜しちゃダメだよ。歓喜してたな、あの、ね、一切広がらないから。歓喜中脳が出てたな。しっかり犯罪だから、しっかりフロアが出て、中脳のせいにすんな。いや、両党もいるから。両党はパスワード1回作ってって、ペイデイ のアカウントいろいろやってて、パスワード作ってって、で、あの、数字の1入れてって言ったら、星1でやったからな、記号の。だからそのね、初めてですよ、パスワードで星しか直し方わかりませんって言ってから。どうした、一緒、松木さん、これ、星いっちゃったんですよ。ラヤーと思って。はい、僕がやりまーすって。直ったんだ、あれ一応。直ったんだ。あのね、やっぱ TikTok って、うん、まあ、今一番勢いがあると思うんですけど、うん、やっぱ TikTok あるある多いよね。もちろんやっぱあるあるってやっぱ強いなと思ってて、だから今回のペイデマは結構あるあるぶち込んでるんですけど、まあまあそうだね、結構あるある。で、今もう俺がめちゃくちゃハマってるあるあるがあって、アイリーデラックス看護専門学校、名前もしっかり見よう、違うかもしれん。大監禁してる、ま、大監禁、名前大監禁してるかもしれん。大監禁してる、デジ恥ずかしい、これ消そうかな。ねえ、やめろ、デジ恥ずかしいやつ。面白いから残せ。ちょっと待ってくださいな。ちゃんと中川さんに、いや、ボケじゃないですか、ボケじゃないですかって。アイリーデラックス看護専門学校っていう、この方ね、この方。おお、すごい。この方がいいんですけど、もうその看護学生なんでしょうね、元。まあ今なのかも分かんないですけど、うん、まあ、そこまで詳しく分かんないですけど、うんうん、の人が、その看護学生あるあるみたいなのを挙げてるんですよ。はい。で、看護学生って、ある意味見えない、分かんない。看護学、だから多分もう、
こんな髪の毛してるから看護学生じゃないんですけど、絶対に。さすがに。ワンチャンあるよ。いや、看護師でこんな髪の毛ってたらめちゃくちゃ。看護学生の可能性があったから。あれ、学生でも怒られて、絶対。お前、看護学生やばいよ。あ、そう？でも 俺も福祉にいたんで。俺の知ってる看護学生で頭紫の子いたよ、俺。そんなやつは、マジで怒られるから。まあ、福祉にいたんで、そういう看護とかも勉強してたし、うん、友達にいっぱいいるんですよ、看護師。うん、で、話を聞くと、うん、厳しいと。めちゃくちゃ厳しい、もちろん。うんうん、で、しかも、もう現場の人間ですら、大変してるから、うん、看護学生って結構、うんうん、もうその相手にできないんですよ。あ、まあまあ、そう。相手できんし、もう怒られるの当たり前みたいな。ピリ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 。で、うん、人のね、人と人との関わりで命を預かってるから、うん、ミスなんてダメなんですよ、基本的に。はいはいはい。で、よく、で、まあ、あるあるめっちゃだ。俺も共感するあるあるいっぱいあって、うん、その、看護学生の、うん、その朝のモーニングルーティン、その看護実習行く時のモーニングルーティン、モーニングルーティンというか、そのメンバーで集まって朝行くぞみたいなの時に、うんうんうん、今日はあの空気となり、なんかそのなんか、うん、もう相手にされないの前提なんですよ、うんうんうん、空気となり壁となりみたいなのをやるんですけど、うんうん、もうそれがもう ドハマりというか、うんうん、こっちにも、うん、とか、そのなんていう、その僕もその介護ではないですけど、うん、あ、介護に行ってたんですよ僕は、はい、実習、はい、看護ではなくて、うんうん、とかの時の、うん、もうあるあるもうドハマ、もうドストライクに入ってきて、はいはい、やっぱこんなのが今、うん、いい時代なんだっていうか、うんうんうん、まあそんなのをみんな求め始めてるんだな、はいはいはい、だから結構売れてるんでしょうね、でしょうね、結構いいねもついてて、あ、そう、一回 みんな見てほしいんです、アイリーデラックス、俺でも分かる俺、まあ分からんけど面白さは伝わるんじゃないかな、あ、そう、面白い子とっても、ああそう、あ、まあ、でもちょっとチラッと見た感じ、なんかすごい面白い表現力ありそうな子だなと思ったけどね、とかなんかそのそんなこと言ってたらタイヤやあるあるもやった方がいいの、あ、いいんじゃない、多分だ、そうね、沖縄のタイヤやあるあるいいんじゃない、23って言うて、まずあのクラクションで呼ばれるから、うん、ピットの前に横付けてパンパンって呼ばれて234本って言われるから、はいはいはい、よくあるけど、だから、うん、やっぱあるあるというか、うん、だからそのね一個ペイデーにもあるある1個ぶち込んでますけど、うん、スーパー、あ、もう多分あれを一番目玉にしてるじゃないですか、僕ら今回の目玉はもうあれですね、あれじゃないですか、あれですね、あるある大あるあるじゃないですか、あれ、どれですか、どれの方ですか、え、どれ、もう今編集入ってる方、いや今からね、今からのやつですか、はい、あ、日曜日の夜撮るやつです、 あれですねそうだ、大あるある、あれはもう多分僕と亮との、うん、とか帰り世代のドンピシャあるあるなんですよ、うん、でしかも住んでる地域のね、うん、もうここまで行っちゃうとあれですけど、まああるある、わかるわかる、多分ね沖縄の人はわかるよ、わかる、まあ、わかんない、もしかしたら 40、50 代はあ、まあ、40、50代はちょっとわかんないかもしれないけど、俺ら世代はみんなわかる、でも見たことあると思う、うん、でも 40、50 代の方でもそ見たことあると思う、あれマジで面白いよな、あれはいいね、あれ面白いですね、そのエコンって僕が作ってるんですけど、はい、なかなかいい出来ですよね、思ってる以上に、これな、何ですか、これをぜひ楽しみにしてほしいんだから、はいはい、早く言いたいんですけどね、だこれはもうね、多分来週にはもう俺言ってると思うんだけど、解禁してるから何やるかみたいなのはね、でも今言ってるやつはギリギリまで言わないよ、まあギリギリまで言わんか、じゃあ、うん、だってお前、ね、予定で24に言う、金曜日に言うって言ってるか、うん、でも4つ出てるからな、コント5本あるうちの4つ、あ、そうなんです、来週一応予定では5本コントがあるんで、うん、来週の平日は全部1本ずつ、うんうん、こんなのやりますよっていうちょっとしたのは、月曜日にもうポーンって出すんですけど、うん、それもなかなかです、あれです、あれだ、先ほど言った編集に、はい、あの本気でやっちゃったやつ ね本気でやりすぎちゃったやつね、あれはあかんて、あれはあかんあれさ、わかんないんだけど、別にね、この、はい、もちろん、はい、褒めてほしいとかもあるんだけど、まあ、それ全部抜きとして本当にマジな話全然できるのよ、あるんぐらい余裕で、あんぐらいって言ったらまあまあかもしれんけど、俺の中ではマジでそんなになんかもうめっちゃ苦労したみたいなのないわけよ、うんうん、さらっとあできちゃったと思って、うん、さらっと出すじゃないですか、うん、真面目にどう思ってんのかなと本気で思ってて、誰かみんなが、周りのみんなが、あ、お前の出来具合に関してさすがってしか思ってない、だからさすが、でもみんな、俺あれカンパケ送られてきた、カンパケ送ったよ、送られた時に見て、誰が言ったのか、タイガーだったかリョーとか誰かと、うん、見た後に話したのかな、さすがだなって言っておった、さすがですだからさ、なんかさ、カンピです、さすがですだからなんかさ、で、しかもセットもちゃんと作ってるわけじゃん、セットもできる限りやった、でも、まあちょっとね、ちょっと無理だった部分もあるけど、できるだけセットもしっかり作って、うん、
でメイクもいる、で演者も素晴らしい、で編集もなんかできちゃう、真面目に、あの本当に、思ったんですよ最近、このメンツすごすぎるなと思って、ちょ本当にずっと僕たち今テンパイですよ。だほ、いやこれは、あの別にもうバズるバズらない関係なしに、あこれはマジで誇るべき部分だな、まあまあ、こういうのはすごいなって、で他のセット今動画で出してるけど、その出てるやつのチラッと一瞬映るでしょ、あのセットだって 4,5 時間かな作った、まあねしっかりしたまあまあしっかりしたやつですよ、セットを作れるんだと思ってた自分たちで、あ作れるんだセットみたいなそうです、あの皆さん、セットって作れないんですよ普通、普通作れないと思う、分かんない、まあ職業、人の職業によるけどさ、いやその大工さんとかがもしいればそれは作れると思う、セットってなかなか、あの本当に東京が当たり前にやってるけど、あれって作れないんですよ、でも安く抑えたよ、安く抑えたあのクオリティすごいなと思うんだよ、あれいいよね、だっておっヒップホップぐらいじゃない、ヒップホップ僕はもうめちゃくちゃ一応さすがだなと思うし、ヒップホップ A ランチとか金曜日の誘惑とかも、ああね組んでるかな、だからその当時だった沖縄本とかもマーキリン組んでましたね、まあ、もちろんだからその、だからそんな中、ただの芸人が一応ここまでできるんだなってのはちょっと俺は嬉しかったですよね、あれね、あれだから作ってる段階で俺とタイガで壁とかいろいろやってたけど、そのちょっと加工とかいろいろ入れてんのよ、あだ俺こいつら一応センスあるなと思って本当にでしょ、俺これをぜひみんなにも感じれる俺は人であってほしいというか、あのバックのこの良さを俺は分かってほしいというか、あれいいですよとっても、であれだからまあ、僕はどちらかというとその0から1を生み出すタイプじゃなくて、いろんなところを見てのここいいなここいいなの抜き取りですけど、とはいえあの1個看板があるじゃないですか、僕はあそこが一応ペイデーの看板があるんですけど、あのセット内に飾ってるんですけど、あれはしかもあれ全部100均かな、100均で作ってるからね、あれとかはめちゃくちゃ思ったよりうまくいったなっていう感じ、いやーちょっと真面目に、いやセットもね結構あのフリートークとかもちょっとあるんですよ一応、そこのセットの部分とか正直フリートークなんてほとんど使わないからね、あのそうっすよ、本編の中で本編のセットが8万10万してるんですよ、そうですよ、でも本編って、まあ、僕今から編集かけますけど、オープニング2分ちょいなんですよ、2分ちょい30分の予定で、後半もせいぜい使って3分ぐらい、3分ぐらいと思って5分のためにこんだけやっぱ、かけるっていうのは大事だなと思って、でもあれがあるとないって言ったら変わるでしょ、全然違う感じなんですよ、安っぽくなっちゃうもんだってないと、そう負けだよそれ、だから一番の理想はですよ、まあ、高校までやるんでテレビだったりとか、あだからもちろん、最初はねスポンサーさん、いろんな方のスポンサーさんについてもらったりとか、皆さんから本当にお力いただければなと思ってる中、まあ、最終的には本当にテレビ持ってきますから、本当にテレビに売り込みに行くっていう、戦争です戦争も、そんなことないです、僕戦争だと思ってます、戦争だよね、もう僕戦争だと思って、共存です、共存ですか、共存ですよ、いやもう戦争しましょう、いやです共存でした日本という国にいる以上戦争よくない、で本当に、こんな若手芸人でもやるぞと、やるぞと、やってやるぞぐらいのね、でも本当に真面目にそんぐらいのクオリティは俺はそのいろんなテレビ見てるし、その仕事もしてたし、コテダンプラスの編集もやってたし、今沖縄テレビとか業界とか、まあ、いろんなテレビ見始めてるんですけど、しっかり勉強のためにね、あの負けてないなっていうか、やってることは全然間違ってないなって思うんで、ぜひぜひ応援していただければなと、ぜひ応援していただければ思うのでね、はい、ということで僕もね、いろいろその構成ですから、僕はあの番組に関して構成とか企画とかその辺ですから、多分5個のコントのうち4つのコントは怒られるんですよ、間違ったら、はい、間違ったら怒られるか、ファンに好かれるか、怒られながら好かれたいですね、そうですねということで残り1分ですよ、ちゃんさん、残り1分ですね、ちゃんさん、最高オイルがカフ上げるということで、できますけどね、はい、ということで、残り1分ぐらい
まあまあ後半はちょっと真面目な話しちゃいましたけどね、ヤギのボンさん、そしていつかは全国区となるのかなと。いや、なれたら一番嬉しいですけどね。本当にもう僕らそれなりのクオリティ出すつもりでいるんで、うん、ただもうどうしても僕らだけではできない部分もあるので、うん、ぜひ皆さんの、うん、まあ、単純にあの面白くて見ていただければなと思うんで、うん、でもしよかったらお力いただければなと思うので、力も別に後からで全然いただければと思うので、まあ、前提としてあの見て楽しんでいただければ、うん、見て楽しんでいただもうシンプルに見てもらえればなと思うので、シンプルに見て楽しかったらこんなのあるよって、まあ、友達とかに広げてもらえれば、結果その芸人以外にもチャンさんと明石さんっていう、はい、いつも僕らの配信のスタッフやってくれる FG のね、明石さんの凄さもめっちゃ知ったし俺。だって何が問題って一番可愛いしな、赤瀬さん。それもう一番俺が熱弁したし、カズマサの音楽作るセンスもさすがだなっていう。すごいですよ。ぜひ残り20秒ということで、はい、また来週ですね。いろいろゲストとかもね、はい、やっていきます。ゲストも今回一人呼んでますので、まあ、ある意味キャンさんもゲストみたいなところありますけどね。あ、そうですけど、まあ、お願いします、はい、ありがとうございます。また来週です。もう残り10秒切りました、はい、バイバイ。あ、でした。はい、そうです。ブルーミーズチャンネル BC が配信します。ちょ、予定は予定ですよ。25日、9月25日、来週、ま、間に合いますよ。まあ、間に合うと思うんですけど、はい、間に合わします、ね、全然大丈夫と思うんですけど、念のため、ね、予定としては急に情報大監禁してるな。解禁してほしかったな。監禁しないでほしいな、情報は。ただのアホだったな。ただのアホだったっす。なんかバカみたいし、なんかそうそう、見なかったことにしよう。いなかったことにしよう。ぜひペイデーのツイッター、インスタも一応ありますんで、ぜひ、どちらかどちらもよろしければ、アカウントの方も。いやマジで日曜日撮るのね、これもう日曜日のやつが楽しみだな。日曜日俺全部楽しみだな。分からんな、もう撮った撮ったで満足するかもな俺。あ、そんぐらいがいいんだろうな、ぐらいが一応いいかもしれない ね、清いスリーズね、うんうん、僕も髪バッサリいかんといけないからな。でもさっきちょっとツイッター見たんだけどさ、はい、プチバズりしてるよね。なんかね、してますね。なんかだいぶいろんな人がリツイートしたりコメントしてますよね。ぜひぜひ。だからこんなに跳ねられたら怖くないよ俺は。そのぐらいのコーヒー出しますからね。いや大丈夫ですけどね。ということで、明日7時半起きてること。はい。ありますもん。ありました。残らないですもん。なかなか。大丈夫ですよ。体がルーティーンができるもんでは。ですよ。全然いいですよ。僕ピザ食べてくれ。あ、ピザコワント。そう。クワント。タコスだからピザコワント。ピザクワントって。おめでとうございます。こいつがいることなの。いや本当にありがとうございます。じゃあ誕生日 L サイズお待ちしております。うわ。いいですか？ L サイズ。いいですか？スイッチと L サイズですか？いいです。L サイズ大丈夫です。L サイズのスイッチでもいいですか？ L サイズのスイッチ。L サイズのスイッチ。こんぐらいの。あ、ブルミさん、フォローされた。あ、そうです。ぜひ。もう水面下で動いてます。水面下で。もう、名の知ってる人間全部殺しますから、ね。そうです。お前ら見れよっつって。ツイッター担当がいますんで、うちには。ツイッター担当いますからね。チビがいるんで。あ、いっちゃった。パスワードに欲しいねんです。チビがいるんで。あ、お前ら見れよっつって、全員フォローして。ぜひフォローしてあげてください。ありがとうございます。いや大丈夫です、本当にいろいろ情報とかもあそこで出していきますし、もしその出せるんだったらオフショットできたらやっていきたい。まあ全然今僕らが一番面白いと思ってることをやりつつ、そうですね、今回はとりあえず県内の方が、うん、沖縄県内とか沖縄好きな方、はい、沖縄を知ってる方がとりあえずこれは面白がってくれるだろうかなっていうのをやりますので、でこれを立ち上げた理由としては僕がただただセットコントがやりたかったっていうだけですから。失敗してもこいつに10万円のね不作品が飲むだけなんで一緒にください。車で260人使ってますから。いやマジで話題になってほしいな。だこれでねみんなの仕事が増えてくれたら僕は一番嬉しいんで、ね、僕はいいんです、もう本当にもう、ね、僕これ以上忙しくないといけない。もう一発目 の、 そのうんがあるもう編集してるやつあるじゃないですか、うんうんうん、俺あれを見て、うん、もうあれ任すよって言ってほしいな俺。何がそういうの、あ編集、あ俺真面目な話、うん、できるかいと思ったんだよ自分で。俺これいけるかと思って。お前いけるかこれ。いやいけるけどあれって、うん、元のやつを見ながら